こちら、いけにえネーム、白い悪魔ちゃんからいただきました。ありがとうございます。大阪さん、こんにちは。ゲストの小林優さん、こんにちは。こんにちは。うん。ついにラジオに小林優さんがゲストに来るんですね。この日を待ちに待っていました。ありがとうございます。アンダインが初登場した時の、キャーという、なんとも言えない叫び声がとてもツボでした。ありがとうございます。優さんの叫び声や嫉妬している時の声がアンダインにぴったりでびっくりしました。さすがです。これからもアンダインが活躍する話も放送されるということで、とても楽しみにしています。くれぐれも喉を潰さないように頑張ってくださいね。ということで。ありがとうございます。ね、嬉しいお便りです。ゆうちゃん、こういうお便りがね、たくさん来てるんですけども、うん、はい、ゆうちゃんは、はい、普通に喋ってる時って、そう、可愛らしい声で喋るじゃないですか。とんでもありませんです。ゆうちゃん、今、マイクに頭をガッと使ったからね。いちいちこう説明しないとラジオだから分かんないと思う。ボボっていう音だけが、ね、すいませんでした。流れるんですね。ついついね、お辞儀しちゃうからね。でも、俺が、はい、まあ、他の作品でもね、うんうん、一緒になった時に、少年役をやってた時とかも、あったじゃないですか。はい、その時とかも、もう、ギャー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 、すごい叫んでて、うん、はい、ねえ、喉が潰れそうだったっていうか、もう、潰れてたんですけど、その時。ねえ、必殺技とかありますからね。そうそうそう。あ、大丈夫なの？ゆうちゃん。俺のことは、覚えててくれて。野坂さんってすっげえありがたい先輩っす。ゆうちゃん、出版社が違うので、すいません、言ってるのは有望です。あ、そうそう、誰かは分からない。そうかそうか。今のは、あ、分かんなくていいね。すみません、有望として、処理していた有望です、有望です。はい。ゆうちゃん、喉、ゆうちゃんって、ものすごい勉強してくるじゃないですか。してきますね。読み込みのね、すごいから。大丈夫なんですか？家でまたもうすごい練習するんでしょ？どうせ。どうせ。どうせって。ねえ。ね。させていただいてます。絶対。だって、アンダインの時も、うん、最初来た時に、うん、おはようございますっていう声が、おはようございますって言ってたから、ゆうちゃん喉潰れてると思って。大変大変って。そのアンダインさんの、うん、なんていうか、せいでって言ったらおかしいんですけれども、うん、そういうなったわけではなかったんですけれども、うん、いろんなことが重なってしまって。そうだよね。はい。うん、で、だから、アンダイさんの、なんかそういうあれじゃなくてって思ってって、アンダイさん、ごめんなさいねって。わ、うん、かったわよ。すいませんって。早く、先進めな。はい。言ってくださったんだね。今のアンダイン割と大人でしたね。そうね。ね、いつもダダこねてますけどね。アンダインはね。私のこと、私のこと、私のこと。入れ替わるんですよね、ゆうちゃんは。結構。まさやさん、すいません、ちょっと失礼なこと。まさやくんって言われた。アンダインに。すいません。ねえ、でもよく。まあでもみんな割と読んでますよね、アズキルさんの現場はね。好きだからね、みんなね。漫画、原作がね。うん。大好きだし。でもやっぱ俺たち家で、まあ、やる方なんですけども、声出して。練習をね。でも、次の日やっぱり、喉潰れたら怖いからと思って、ちょっと小さい声でやったりするんですけど、ゆうちゃんってお家でやるときってどんな感じでやってるの？私ですか？知りたい知りたい。家で、なんていうの？ V 見ながらやるとき。例えば、魚名とかをね、力いっぱい魚名って言っちゃってる、家で。リハ文読みながら。それとも。ですね、やっぱり声を本当に枯らしてはいけないので、気をつけてる。そこはやっぱり気をつけてるんだ。気をつけて、あとは、その時の、いろんな前後のお仕事とか、いろんなこと、で、大切に、全部、ちゃんと大事に、全部、お仕事を大切に、全部させていただかなくちゃと思って、団体さんに相談して、で、やらせていただくんですけど、キュッキュッって言ったり、小さい声だと、それでもだんだん、なんか、それから、なんか、グラデーションでやって、そうだね。いただいたり、って、なんかなったりしてます。そうか、そうか。割とちゃんとあれなんだね。発声法があるんだね。やり方が、こう。っていう自分なりになんですけれども、ね、そういうことさせていただいていて、小さく細かく言ってみたりとか、いろんなことをいろんなことを家で試してるんだね。そうだね。そうなんです。歩いてる時もやってます。うん、ゆうちゃんゆうちゃんちゃん。ゆうちゃんちょっと最後気になったよ。歩いてる時もやっています。アンダインを歩いてるときに例えば、どっからどこに歩いてるときに本当に、その道なんですけれども、スタジオに行くときや帰ってくるとき、家の周り。家の周りでどんな感じで今の、魚名だと。魚名。
か、ちょっと吐き捨てるようにとか、目がいいかな。いろんなパターンも。はい、そんなこと言う、言ってないでしょ。あと、あのね、ゆうちゃん、パクパクは歩きながらやったらまずい。パクパクは歩きながらやったらまずい。あったんでしょうか。やっぱりね、すれ違った人がね、キャッキャッってなるね。どうしたんだろう、あの人ってなっちゃうからね。何かあったのかなって思っちゃうからね。そうです。お腹減っちゃってんのかなって思っちゃう。いや、でも、ゆうちゃんだから、可愛いから、まあ、パクパクしてても、あ、パクパクしてる。可愛い女の子はパクパクしてるなって。なんか、キモい奴がいるって思ってたもんやけど、でも私は、アンダインさんと、なんか、います。一緒にね。なので、なんか、ちょっと自然にならないセリフとか、パクパクとかって言ったことがなかったもので。そうですよね。慣れるために、やっぱ真面目だな。そうか、そうか。はい、ちょっとなんか不自然に自分で録音してみるんですけれども、そして聞いたら、ちょっと、自分から出てる感じがしなかったので、それが自然になるように、普段からね。はい。ご飯食べてる時とかもね、やっちゃえばね。どんどんね。はい。ご飯を食べる時も、勉強になるな、そういうとこな。真面目だ。皆さんみたいに、ちゃんと、そうやって、短い時間で、もう集中して、すごいできる風になれないので、頑張らなきゃいけないわけでした。役作りを。いやー、すごい。